でもね、ベッタベタなんですよ。ベッタベタ。はい、キャッシー。はい、ガイズ。My name is Union Boy。ですね、今日はもう、この間、先々週からね、ずっとやってますけど、ドライかけましたね。それで、セットしていこうと思います。で、ワックス。ワックスは僕は、結構いつもマット系のね、ワックスを使ってます。これぐらいですね、僕が使ってるのはね。いろんな方ね、やってます。セットの動画やってますね。美容師が教えるセット講座みたいなね、本当の講座、はい。いろいろ出てますけども、はい。もう何もないような感じの。僕の場合はこう、指の間も、つけます。指の間ね。指の間もこういう感じで。で、それで先に、根元にね、根元とか、全体にまぶします。まぶす。これについたやつをまた持ってきて、で、これで握っていきますね。で、つむじあたりとかはよくこう割れちゃったりとか、え ?OK!OK!、Okay. Okay. It's OK! 僕の場合はこっちに流してますんで、ここをね、こう指の間につけたやつでこう持ってあげて、スッと流してあげたりとかすると、今回こう流れます。それで束を作っていく感じでね。束を作っていく感じをこうつまんで、揉み込みながらやっていくと。あと後ろは、襟足とかをね、こう出したい方は、握りながら指で挟んで出す。 OK! 上に引けるので釣られてる。こっちは前かがみに、僕はねこう前に流す感じ、どうなってるの前に流す感じで、僕はちょっと変な感じが好きなんで、こう流れてる感じでちょっと変な感じが好きなんですよ。こういう感じですかね。最後さっとね、スプレーしていきます。でね、スプレーの使い方は一気に出しちゃうのはダメです。一気に出しちゃって、一気にかける。プッシュ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 みたいな感じはダメですね。だからこう、ちゃんと整えて、で、僕が使ってるこの、スプレーは水性じゃないです。親油防水成分っていうのが入ってまして、油分と仲良くなる感じですね。なので油分の上にコーティングされるんで、だれたりとかしません。あんまり水性を使うんだであれば、結構握って持ってからしっかりやった方がだれないですね。で、前髪固めすぎるとちょっと70年代風になっちゃうんで、あんまかけない感じで、毛先はちょっと動く感じね、という感じです。あ、消し OK もしね、何か聞きたいこととかありましたらコメントで言ってください。セット講座でした。ムームSee you next time! Thumbs up! コメントよろしくお願いします。 Please subscribe! PC の方はこちら、スマホの方は下にあります。チャンネル登録、コメント、Thumbs up! よろしくお願いします。